こんばんは。ヤッホー、ヤッホー、こんばんは。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。いやー、まあ8月に入ってから2日が経ちまして、昨日ショールームし、しなかったので、8月は初めましてです。8月は初めまして。こんばんは。なんですけど、8月も皆さんよろしくお願いします。こんばんは。さゆっちょさん、えいひろさん、フラペチーノさん、やすべえさん、ありがとうございます。花火だね。花火め、もう私花火したいんだよね。めっちゃ手持ち花火。こんばんは。久しぶりです。初めましてではないから。初めましてではない。久しぶりです。ありがとう。あ、花だれ公演8月10、そうです。花だれ公演8月19日に私は初日で出ることになりました。8月19日です。誕生日の5日前かな。5日前。こんばんは。そう、今日のね12時に発表されました、されたんですけど、まあ私にとっては初日で。予想当てました？こんばんは。はい、8月19日に広島のゲバントホールででした。2回公演ですね、その日は。昼公演、夜公演あります。こんばんは。はい、なんか広島ね、良かったです。本当になんか広島だからか、ゲバントホールって結構僕隊でも何回もやったことある場所だから、なんか安心します。ちょっとこう公演は変わるけど、でもなんだか安心するかもしれない。ちょっと。こんばんは。そう、なんかね、ホームみたいな感じで。そうだからね、まあそれはそこの面に関しては大丈夫かなって思うんですけど。あ、そう、今日メールに書いたことで、まあ今日ね、えってなったことがあったんですけど あ、ソピョンさん、ありがとう。はじめまして。いや、これはね、ちょっとそうワオってなったことがあって、そう今日まあ少しね、今日は自主練したんですよ、自分で。そしたらなんか私1曲だけ、私違うポジション覚えてたの いや、正確に言うと、まあ、変わったんですよね、多分。そのもともと、そう、あ、全部じゃないよ、1曲だけなんですけどね。ただ正確に言うと、覚えた後に変わったん
ったんですけど、多分そのまあ、今日ね、私なんか前その前回私がそのレッスンに参加しなかったあの何動画をこう見てて、送られてきたやつを見てて、そう、そしたらあの私と同じポジションのそのメンバーがあの違うところを踊ってたんですよ。で、はにゃってなって私が覚えてるところと違うところを踊ってるけど、これどういうことなんだろうって思って、そうで、そう、ちょっと見てみたらあのポジションが変わってて、いや、なんかポジションっていうかそのが変わりましたよっていうお知らせ、そういえば来てたんですね。で見たんだけど、なんか印がついてるところが変わったのかと思ってて、私はだから、あ、私は何も変わってないんだと思ってたら変わってたそう、なんか気づいてよかったって思って、本当にもう危なかったですね。なんかレッスンとかでさ、そう、気づかないままレッスン参加してたらもうパニックになってたから、絶対だからよかったって思って、今日そうだからさっきあの土一とその動画を見ながら、ちょっとせっかく覚えたんだけど、せっかくずっとそこ覚えてたんだけど、これはでも完全に私がこう見落としてた部分だから、だからちょっとね、今ならまだ巻き返せるというか、そうだからよかったって思って、本当にそう、気づいてよかったです。その動画を私が見てなかったらもう多分一生気づいてなかったと思う、次のレッスンとかあるまで。そう、あ、でも逆にそう、そこの一個そのポジションを覚えれたなって思って、ペダルのすぐ忘れちゃうのかもしれないけど、どうなんだろう。そうだから、まあとりあえずちょっと一回そこは置いといて、そう、改めて自分のところをちょっと覚え直しというか、覚え直しというよりかはなんかプラスで覚える的な感じでにしたいなって自分的には思ってるんですけど、本当に良かったです。私本当に、そう、でも初日だからなんか緊張しそう、結構初日以外のメンバーはもう出て出演したことあるね、先輩だったりとか期生のみんなもいるから、こんばんは、こんばんは。そうだからなんか緊張しますね。初日というものが結構久しぶりというか、久しぶりでもな、久しぶりっていうのか、でも3月に私はスタジオ公演の初日があってって感じかな。でもそういえばあれだな、6月にマイハさんのポジションや、なんか新しいやっぱりポジションってちょっと緊張しますよね。ちゃん、ありがとう。ランナーさん、ありがとう、はじめまして。
夏バテ大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫ですね。なんかこの間ちょっと前にりねちゃんと一緒に自主練した時に、あのエアコンのエアコンがなんかあんま効かないみたいな感じになって、そのレッスンするその部屋のエアコンがなんかあんまり効かないなって思って、したらあのりねちゃんがあのこの風速を上げたらいいんだよっていうのを教えてくれて、あ、そうだ、そういうことなのかって思って、私は今日それで風速を上げてやったんですよ。そしたらもう完璧だった。風量なんか4ぐらいにしてもう完璧で、もう全然暑くなかったです。だから今日は「こんばんは」あ、そう自動じゃなくて風量、自動って何なんだろうな、なんか風量がのマークがついてる以外は自動ってなってるじゃん。え、あれ自動って弱いって意味なんですか？どうなんだろう。こんばんは。自動って何なんだ、ちょっとよくわかんないですけど、適量、機械任せ、ああそういうことか。その部屋に合わせて、へえ、弱いイメージ、確かに中弱いですよね。なるほどね、そういうことか、自動って。知らなかった、なんか知らないことが多いですね世の中。やっぱりなんかあんまり気にしてなかったけど、そういうことかっていう。きお兄さん、炎上さん、ラブリー48さん、あーちゃん、殿様ドラゴンさん、サージカルさん、トムさん、ゴアさん、ありがとう、ゲット。バンバンコ、バンバンコ、こんばんは。エアコン見たの広島来て初めて。なんで？なんで？そんなことはないです。私はエアコン人生を送ってましたよ。普通に福岡でも。こんばんは。そう、でもなんかエアコンってさ、こう強すぎるとっていうか、なんかあんまり体に良くないじゃないですか。だからちょっとほどほどにというか、そうした方がいいなって思うから、家ではあんまりその強めにしないようにしてます。暑い、ちょっと暑いなって思ってももうちょっとあの温度低くしようかなってとはならずに、まあこれぐらいでいいかなみたいな、それぐらいがいいのかなみたいな感じで。こんばんは。喉やられるときあるよね。私去年やられたんだよね、めっちゃエアコンで。そう、めっちゃ喉やられたんで、ちょっと今年この夏は気をつけようって思って。まあでもね、まあ、暑いと暑いで体調崩すしっていう、だからエアコンはつけないと、なんかさすがになんかどっちもどっちだし、どうしたらいいのって感じですよね。なんか難しいよね、温度管理みたいな。
小ゆるさん、こんばんは、はじめまして、はじめまして。今日は8時からうたコンがありますよね。 STU48 が出演するうたコンがありますよね。だからその前に終わります。皆さん録画してる？おお。皆さんぜひ見てください。うたコン。え、こうやって全国放送ですよね。こんばんは。あ、そっか、 NHK、 そうですね、確かに NHK は全国放送か。こんばんは。てかさ、皆さん知ってます？なんとローソンさんから堀西の唐揚げくんが出てるらしくて、もうちょっと私びっくりしたよ、本当に。私本当にびっくりした。食べました。いや私ね、それ今日知ったんですけど、そう、あの堀西が私なんか今日それを見たんですよ。そうで私びっくりして、本当に、この間だってこの話したじゃないですか、ショールームで。そうこの間見てなかった方は、まあちょっと軽くね、ちょっと手短に説明すると、私が食べた方結構いるんですか、もしかして。どの堀西っていう、堀西さんとかそういうわけじゃなくて、名前じゃないですよ、人の。そう、堀西知らんけど美味しかった。じゃあ私がちょっと説明してあげましょうか。堀西、いや私もそんな詳しいわけではないけどいや私がね、この間まあお買い物に行ったんですよ。そしたらね、まあチャイハネっていうお店があって、ちょっとね、なんて言うんだろうな、ちょっ、なんて言うんですか、どういうお店って言ったらいいんだろうな、あれ、ちょっとなんかね、なんて言うんですか、あれ、ちょっと海外のお店みたいな、ちょっと独特な匂いのするお店、なんかよくあるじゃないですか、ショッピングモールとかに、そうエスニックっぽいなんかお店、なんか海外のなんかものとかがいっぱい売ってる、なんか中どうなってるのみたいな感じの、そうっていう、そのね、雑貨屋さんがあって、 UCSB7777 さん、はじめまして。そうそう、台湾とかになんかありそうな感じなんですけど、そう、そのチャイハネの前を通った時に、そのお店の前に堀西っていうスパイスがなんと売られていて、なんか私すごいそれ気になっちゃったんですよ。なんでこの、そう、アジアン系のこのお店、雑貨屋さんですよ、中は、まあ、洋服とかも多分あるけど、その雑貨屋さん、お店で、なんでこのお店の前にこの堀西っていうこのスパイスが売ってるんだろうって、めっちゃも気になっちゃって、なんでか知らないけど、そ、謎に、なんだか不思議なオーラを放っていて、その堀西っていうそれが気になっちゃって、その日に皆さんに話したんですよ、ショールームで。なんか堀西っていうスパイスがあってっていう、なんかそれがすごい気になっちゃってっていう話を
2週間ぐらい前かな、2週間ぐらい前にしたんですよ皆さん。そしたら「ホニニシって何?」みたいな人が多くて、そうで調べてくれたんですよ皆さんが。そしたら結構なんかすぐ出てきたよみたいな、アウトドアスパイス。そうで、あ、なんか意外ともしかしたら有名、知ってる人は知ってるスパイスなんですかねみたいな話をしてて、そしたらなんと今日あの唐揚げくんとなんと今コラボしてるらしくて、本当に笑っちゃった。ちょっとあれ、こないだ話したやつじゃんって思って、すごくないですか、なんか私が生み出したみたいな感覚になってる勝手に。そう、予言者みたいな、あの時に堀西を皆さんにあの なんでかあのちょっとなんだ、不思議な、なんか引き寄せられたというか、不思議なオーラに引き寄せられた私がなんかあの時話したことでみたいな。そう、意外となんかメジャーなのかなみたいな、なんかすごいね。気になったものは流行る予兆ですか。あー、なるほどね。私がもしかしてちょっと気になったものってそうやってなんか流行るみたいな感じですか。能力者ですか、もしかして私は超能力者的な感じかな、もしかしたら。だとしたらすごくないですか。堀西のニュースパイスも、あ、知らない知らない、それはそれはちょっと初耳だったな。うん、インドアなパンちゃんが知ってる。え、だって私そうですよ、私インドアなのにそのアウトドアスパイスの堀西と出会ったっていうことがまずすごいじゃないですか。それにそれと出会ってお買い物してるのがあんな広いところですよ。たまたま出会って、でなんか気になるなってなって、そうで、それを皆さんにお話ししたっていう、あのこういうことが、そう、本当に本日そちらの商品があの有名な、もう日本全国国民的な唐揚げくんとコラボしてるっていう、なんかめっちゃびっくりして、いや、これはちょっと皆さんに言わなきゃって思って、あの堀西をね、あの話した皆さんにこれ言わなきゃって思って私堀西の何でもないんですけどね何でもないんだけど、あ、これはでも皆さんにちょっとあの言わないといけないっていうことになって、今日見た時に、で今ちょっと皆さんに、知ってた皆さん、いや皆さんにちょっと話してみてます。知ってた、コラボしてたの、堀西アイドルいやまだ私食べたこともないし、そのスパイス、私堀西アイドルでも何でもないんですけど、こんばんは。そう、あの2年前から使ってます。すごい、それはめっちゃすごくないですか。面白い。トムさん、アキポンさん、サージカルさん、みなやまみなぞさん、ありがとう。うちわだ、ありがとう。キャンプ始めよう。堀西芸人ってなん、私芸人じゃないですけどなんか最近でもちょっと芸人扱いみたいなファンの皆さんからされてる気がするけど、いや、キャンプ
プでもキャンプちょっと興味ありますね。なんかあの一人キャンプって今ちょっとなんか話題というか結構人気じゃないですか、一人でキャンプ行くの。だからなんかちょっと興味はあるというか、やってみたいという興味はありますね。やってみたいというよりはなんかちょっと興味はあるって感じ。あの火とかそういうのちょっと怖いからできないっていうところが、そう行きたいとはならないなんか原因というかかなみたいな感じです。楽しいんですか。そうなんだろう、こう全部自分でやるじゃないですか。そうでもそうキャンプといったら虫しかいないみたいな感じじゃないですか。まあ、そんなことはないと思うけど、ほぼ虫だから私もう行った瞬間終わりっていう感じだと思うんですけど、眠れるなんて読むんだ、に眠れるなんとかこうさん、ありがとう。はじめまして。あやキャン、いろんな虫出るよね。シシコさんか、シシコさんありがとう。いやーね、いろんな虫、人友達にはねなりたくないかな。そうだからあんまり虫が出ないところ行くなら、あんま虫が出ないところがいいかなって思ってて、なんかあるじゃないですか、キャンプ地みたいな、キャンプ専用の感じのところとかがいいのかなって思うんですけど、でもなんかそんなね、そんなところってあるのかな、どうなんだろう、わかんないですけど、でもちょっとねなんか興味はありますね。こんばんは。そう、部屋でしろって言われた。いやわかんないですよ、だってさ私虫嫌いって言ってるけど、でもさなんかキャンプってなったら、そう最初はもしかしたらちょっと抵抗あるかもしれないけど、最初ね行ってまあちょっと1時間ぐらいとかでも、もうその場に行ったら意外と慣れるかもしれないじゃないですか。だからもう絶対無理でしょみたいな、絶対とは言い切れないと思うんですけどね。そうなんか意外とさ、なんだろう、慣れるものじゃないですか、意外と。どうなんだろう、だからさ、そうまあどうだろう、わかんないけど、そうなんかアドレナリンみたいな感じで、ああ誰かと、なるほどね、一人はまだちょっとハードル高いみたいな感じかな。そうでもリネちゃんと言ったらなんかどうにかなりそうかもいやでもちょっと怖いかな、リネちゃん、リネちゃんちょっと怖いかもしれないな。なんか例えば料理とか作るときに大惨事になりそうな気がする。でもあの絶対なんか盛り上がるっていうか楽しいと思う
確かにね、りねちゃん、そっか、多分虫よりうるさいかもね。確かに。逆にさ、りねちゃんのさ、なんか声とか叫び声で逆に虫が逃げそう。だから逆にいいかもしれないですね、それで虫がいなくなるから。面白そう、面白そうかもしれない。こんばんは。ねえ、本当になんかちょっとね、まあ興味がちょっとあるなっていう。だってさ、一人キャンプが結構話題になってるっていうことは、やっぱそれだけ何か楽しい、楽しいっていうか、何かがあるからすごい人気なんだろうなって思うから、それが何なんだろうっていう、ちょっと気になるよねっていう、まあ感じですかね。話題じゃないですか最近。話題っていうか、なんか一人キャンプとか、なんかよく聞く気がするんだよね。うん、そうなんですよね。そう、なんかキャンプグッズとか、こんばんは。一人キャンプ、そう、あ、ソロキャンプか、ソロキャンプ、そう、ソロキャンプ。こんばんは。なんかさ、わかります？そのキャンプに一人キャンプファイヤー、楽しそう。一人キャンプファイヤー、キャンプファイヤーのって何なんですか？キャンプファイヤーって何か知ってる？キャンプファイヤーをやる意味。私さ、中学校の頃のあれあるじゃないですか、修学旅行みたいなやつ、修学旅行じゃないけど勉強しに行く旅行みたいな、あれでキャンプファイヤーみたいなやったんですけど、キャンプファイヤーってなんだろう。こんばんは。ね、なんなんだろうねあれ、キャンプファイヤー。あ、なんか火を囲んでみんなでなんか楽しむみたいな儀式。あー、でもなんか確かになんか誰か踊ってた気がする、誰か踊ってた気がします。うん、儀式。そう、それを一人でやるの。キャンプで焚き火見てると癒される。あー、癒し効果、もしかしたらじゃあ、癒し効果があるのかもしれないですね。その一人でさ、やるキャンプファイヤーやるってなったらさ、でもなんか確かにちょっとわかるかもしれない、なんか火って癒し効果あるかも。なんかずっと見てるとなんかね、ふわーってなるよね。でもそれはちょっとわかるかもしれない。
寂しさ増しそう、寂しさ増しそうかな。まあでもね、なんだろうこれ、すいがま、すいがまですか、すいがま、すいがまで合ってるかなこれ、すいがま、あれだよね、お米炊くやつですよね。そう、半合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 ってさ、あれだよね、お米炊く、すいがまっていう、なんか、すいがまってこっちか。いや、半合ですよ、半合、半合です。すいがまって言葉なかったでしたっけ。あった気がするんだけど、すいがまっていう、初耳ですか。あ、みんな知らないんだけじゃない、じゃあ、すいがまっていうことは。いや、多分ありますよ、すいがまっていう言葉。いやいや、皆さんが知らないだけだって絶対。あ、まあそれはいいんですよ。半合、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 半合ね。そう、半合ってあれだよね、多分あの釜で、あのお米を炊くやつですよね。そう、あ、いいんですよ、すいがま、すいがま、すいがまの話はいいんですよ。どこの業界、あ、そう、この業界ではすいがまっていう言葉があるのかもしれない。そう、あの、あ、違うの、違うの、じゃあ半合って何、半合って何ですか。半合って何、ご飯炊くやつでしょ。ああ、なるほどなるほど、あのお弁当箱みたいな、あの金属の、あー、はい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 、わかりました。あ、そう、それはそういえば、あの普通に、あの普通のそのでは食べたことなかったけど、あの去年、あのありちゃんさんと一緒に、あの食べました、それ。あのお仕事で、あの、そう、あの、あそこにいたんですよ、あのファーム、ファーム、ファーム、あのニワトリとかがいっぱいいる、そう、鳥の、そうで、その時にあのスタッフさんが、それが半合っていうのか、そう、金属のお弁当箱みたいなやつでお米を炊いてくれて、そう、それにあの卵、生卵をかけて、卵かけご飯、そうで食べた、それ半合っていうのか。赤さん、はじめまして。そうです、そう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 、でも普通にあの、まあそのキャンプっていうか、中学校の頃に行ったあの自然教室か、自然教室で
確かカレーを作ったんですね。そう、それで確かお米炊く係だったんですよ。その釜で。でもね、全然覚えてない何したか全然覚えてない。お米を洗って洗ったとこ覚えてるけど、そっからなんかあんまり覚えてない。あら完成って感じで。でもお米係だったことは覚えてるんですけどね、なんか覚えてない。そう、私すごいね、あれなんですよ、薪割りっていうの、薪をさこう半分に割るやつやってみたいんですよね。わかる？あのさ、半分に綺麗に割れる感じ、あの薪割り、あれ楽しそうだなって思って、なんか多分難しいと思うんですけど、なんかやってみたい。あれむずいんですか？あれあ、そうなの？へえ。なんか結構大きい斧、あ、斧が重たいんだ。これが楽しいのよ、だって。いいな、楽しいんだ。危ないの？やめとき。なんでですか？やる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 。でもああいうのって簡単そうに見えて、多分意外とやったら難しいんだよね。そういうのってあるよね、よく。こんばんは。簡単そうに見えてない？そうですか？なんか普通にさ、まず持つじゃないですか、薪を持って、真ん中ぐらいに斧をこうちょっと狙いを定めて、真ん中ぐらいにで、そのままこう薪をこう置いて、そこの真ん中ちょっとこうなんていうのかな、ちょっと入れといて、そのままこうやって片手でポンポンポンってやったらできそうじゃないですか。最初にちょっとだから真ん中らへんにこうやってもう先にコン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 ってやっておくんですよ。でこうやってコンコンコンって片手でそっからやるっていう。どうですか？なんかそんな感じかなって私は思ってたんですけど。片手は無理か、重いって言ってたから、じゃあ両手で。でも両手だったら難しいよね。だって両手だったら、だってこっち押さえてないといけないからさ、巻きを。いやちょっと難しいか、やっぱり難しそうかも。まあ皆さんが言うぐらいならね、きっとね、そうコツがあるんでしょうね。ちぼうさんありがとう。薪は買ってこよう。もうもともとそういうのがあるのか、売ってるんですね。いやーでも私はね、ちょっとやってみたいな。こう人生の中でちょっと一回はね、やってみたい。
なんかできなさそうって思ってるものとか、ちょっと難しいかもしれないって思ってるものとかをちょっとやってみたいっていう気持ちはあります。もう少しで歌コン。歌コンって何分からですか？19時？19時55分とかからだったっけ。こんばんは。19時57分、あと10分後か。じゃあ53分にランキングを読もう。53分にランキングを読みます。こんばんは。そうだね、確かに。みほりんのも21時からすごいですよね。仰天ニュース、仰天ニュース、すごい。仰天ニュース、私めっちゃ仰天ニュース毎STU に入る前までは毎週見てた。すごいよね。みほちゃん。だって仰天ニュースって世界じゃないや。全国、地上波全国番組じゃないですか。が一度出演してみたい番組は、私クイズ番組出てみたいんですよね。なんか楽しそう、クイズ番組。なんかネプリーグとか楽しそうじゃないですか。あの乗り物みたいなやつ乗ってみたい。あのトロッコみたいな多分あれ乗ってみたいっていうか、普通に多分そこにあるものだと思うんですけど、画面で多分めっちゃね動いてる風みたいになるじゃないですか。あれやってみたい。ハチさん、はじめまして。はじめまして。え、可愛いのでついフォローしてしまいました。いやー、ありがとう。フォローしてくれたんですか。やったー、ございます。今度のテスト次第だな。あ、イモステルメオですか。ほうほう、なるほどなるほど、いいですね。まあ確かにそれ次第ですかね。え、東大王無理です。え、でも東大王見るのは好きなんですよ。そう、でも全然わからんあと私ミラクル9の、ミラクル9も好きで、あのクイズ、そう、なんか面白そうノザリン、はじめまして。好きな YouTuber いますか。好きな YouTuber、
最近はね、私あのキコチャンネルっていう、キコちゃんっていうあの小さい女の子の動画があるんですけど、もうめっちゃ可愛くてよく見てます。めっちゃ可愛いよ本当に、もう癒されるんですよ本当に。おお、クイズマニアですか？マニアではないです別に。あのでもクイズ番組をあの見るのが好きっていう、あのただ見るのが好きなんですよ。だから別にマニアとかではなくて。そうね、マサさん、マサマサさん、マサさん、マサしかいないし。ありがとうギフト。マサ大量発生。ドキキャンさん、はじめまして、ありがとう、こんばんは。そう、キコちゃん、チコちゃんじゃなくてキコちゃん。ではそろそろランキング読もうかな。川さんありがとう。13位トムさん、ありがとうございます。12位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。11位お金持ち先生、ありがとうございます。10位クレ星人さん、ありがとうございます。9位ギルスさん、ありがとうございます。8位ウニさん、ありがとうございます。7位ズグラスさん、ありがとうございます。6位さゆっちょさん、ありがとうございます。5位ラブリー48さん、ありがとうございます。4位田辺さん、ありがとうございます。3位まささん、ありがとうございます。2位まさまささん、ありがとうございます。まさ続いてる。して1位は、さんです。ありがとう、ありがとうございます。では皆さん、この後は歌コンを見てください。ではまた。バイバーイ。バイバイキン。